福山駅前のさ、ホテル123の場所変わったの知ってる？なんかあのこの写真でいうとこの奥側が前あったとこじゃん。でここなんていうのかな、ここ多分 NHK があったとこじゃない？ちょっとはっきり覚えてないんだけど、多分その辺、その感じの場所、まあ、わかるよ大体。ホテル123、旧ホテル123があそこってなったら、まあ要はあのウィングの筋よ、道挟んでウィングがある方、違うアイネスの筋よな、あの同じ並びで言うと。そう、昔ビブレがあった、あウィングある、書いてあるのこう照り返しで昔ビブレがあったところやな。でビブレ後貸し会場とかになったところよね、の横かな、その横なのかな、だったような気はする、うん、まあ大体その辺。なんかそう NHK が前あったような気がしたなって思ったところ、うん、あのアイネスの数字。なんかどうなんだろう、ここまで俺泊まったことないからさ、ちょっと前どんな感じだったんかっていうのが、まあ、いまいちよく分かってないんだけど、まあ1人より2人、2人より3人で泊まった方がお得ですよみたいな、あのホテルよな、安いとこやな。ちょっと離れたところから、撮影するとこんな感じかな。この、正面まっすぐ行って突き当たり側の駐車場、2階建てみたいな駐車場あるじゃん、そこんで、この写真で言うと、宝くじ売り場があるわな、あの正面行って突き当たり左に曲がってちょろっと行った右手に、でその宝くじ売り場のもっと向こう行った菅波があるみたいな感じの位置づけですね。そうで、この写真の後ろ側、見えてない後ろ側向きに進むと、信号があってその向こう天満屋みたいな感じのところね。そうで、なんかこの横に何け、このなんか建物住む場所だろうね、なんかできてるね。そう、これもなんかでかいよ、でかかったよ。前のホテル123のその建物とかこんな感じになってる。で横も工事してて、これ同じなんかな、このもっとこの左側の方にだけ、あのさっきのマンションみたいなあの建物ができてる感じね。あ、そうそう、こんな感じ。繋がってんのかな。だとしたらめちゃくちゃでかくない？めちゃくちゃでかいと思うんだけど、これマンションだと思うんよな。マンションギャラリーって書いてあるね。うん。マンションができるんでしょうね。結構福山駅前さ、居住スペースの割合が高くないか。なんかこういうマンション系の建物割とあるよね。駅前にそんなできるっけ、住む場所。めっちゃできるんだけど駅前に。ちょっと引いたらこんな感じ。手前のあのやつ、ルオントね、ルオント。あのさ、左側のあの高い建物もあれも居住よね、マンションよね。駅前どうなるん、住むん、みんな駅前に住むことになったん。駅前マジで住むとこ多いわ、こうやって見ると。あんまり考えたことなかったけど、商業施設じゃもう無理なんかね、どうなるんだろう。でも駅前にこんなに住む場所できたらどうなるの。あ、でスーパーがアイネスのところの下にあるじゃん、フレスタだったかな。だけどこの辺逆にスーパーとかに困んないみたいな。でこの写真でいうとこの右、あ、左側にセブンイレブンもあるし、ローソンが地下道上がってすぐのところにあるから、コンビニにもまあ困んない、割と便利いいのかな、住むのに。なんかその福山ってさ、結構住むのにいい街とかってさいうイメージがあるじゃん。よく言われるのはなんか特に特徴もないし、なんか良くも悪くもないみたいな、なんかそういう感じで言う人おるじゃん。めんどくせえ、しゃらくせえなと思うんだけど、しゃらくせえなと思いながら聞くんだけど、そういうの。
そういう話を良くも悪くもないのどの目線で読んだみたいな思いながら聞くんだけど、まあ駅前でこの感じってなんか珍しい気がするな。結構近いんよここ言うて、本当駅前だよねっていうスペースで、どうなんだろう、まあ、個人的にはなんかデパート作ってくれとかと思うけどね、なんか使いやすい、もうおしゃれなものいっぱい売ってるデパート作ってくれとかと思うけどね、なかなかそういうわけにもいかんのんじゃろうね。だけまあアイネスと、まあ、リム福山、その前福山ロッツでキャスパー、その辺がもう、まあ、アイネスはまだあるか、アイネスはまだあるけど、まあ、その辺がことごとくなくなっちゃってるから需要がないのかな、需要がないのかな。ああまあでも車で行ったらわざわざ福山駅前に行かなくていいみたいな考えにはなっちゃうもんね。だ学生向け、学生で喜ぶようななんか商業施設あったらいいかなと思うけど、そんな簡単な話でもないんかな。いやまず思いつくじゃんそんなんな、それでやんないっていうことはそういうことよな。あでもあの福山ロッツ時代に6階がフランフラン、ロフトでビレッジヴァンガードっていう 最強の3店舗が揃っとったんよ。でそこは割と回ってたように見えたんだけどね。で俺も好きなあの階で、そうああいうフロアがちょっと1個でもあったらいいなと思うんだけど、てか駅前からビレバンなくなったの痛いよね。ビレバン行きたいんよ、ビレッジヴァンガード行きたいんだけど、カンナビのさ富士グランのさビレッジヴァンガードってちょっと狭くない？俺が求めてるビレッジヴァンガードじゃないんよな。もっとなんかこうもっと本がいっぱい欲しいんよな、ちょっとマニアックめなね本が。そうなんです。で本の好み的にもこの置いてあるものの好み的にもあのリムの中の方がも個人的には好きで、でフジグランの方も内容もしかしたら変わってないかもしれないけど、前改装前の方がなんか個人的には、まあ、場所も含めエスカレーター上がってすぐのところにあったじゃん、あっちはまあ好きだったかなみたいな。まあ、しょうがないんだけどそんなこと言ってもまあ変わってるし元には戻んないんだから、うん、なんかちょっともう俺が見るようなものって大体なんかあのデザイン関係の本とかさ、なんかなんだったかな、グランピングっぽい本があったんよそこに、ビレッジヴァンガードに、あれあの本買おうかなどうしようかなとかって思って、でそのまま買わずに改装入って、でもうどこにも売ってないみたいな、まあ、多分 Amazon とか見たらあるんだろうけど、うん、なんかちょっとおしゃれげなものとかレトロな感じのものとか、なんかそれ系のが集まってる、ビレッジヴァンガードを求めてます近くにないんよなんかあんまり。でこっちからだとどこにあるんだろう、広島で言うと多分あっこまで行かんとないんだな、あの広島のさ大え何けあれダイヤモンド、なんだっけあれダイヤモンドシティじゃないわ、なんだっけ、なんか名前変わって、ソレイユだったっけ、ソレイユだったけどもう名前変わったみたいな感じじゃなかったっけ、ソレイユみたいなとこあったじゃん、あっこの中に確かあったんや。で岡山方面だったらもう岡山駅の近くのイオンまで行かんとないんじゃないかな。倉敷のイオンであんのかな、倉敷にもそういえばイオンあるな。ビレバンを求めとんよいいビレバンがある人は教えてください、あのこっち方面で、こっち方面で、それ以外にもしあったらない気がするんだよな。気軽に行ける良さげなビレバンがなくって今求めてる、欲してる、うん、あったら教えてください。ねこのチャンネル、福山周辺の、まあ、すごいニッチな、情報とか
まあ、こういうなんかなんていうの、小さな町のさ変化とかそういうのも気が向いた時に写真撮りに行って、でこうやってまあラフに語っていけたらいいかなと思ってますんで、興味ある方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。じゃあ終わります。ありがとうございます。